P トラップ排水トラップは、排水設備の配管の途中に設けられ、下水道の悪臭やガスが屋内へ侵入するのを防ぐ、器具や装置、または構造を。害虫やネズミなどを屋内に侵入させない、時期通りのトラップの働きもする。排水管にはほぼ必須のものではあるが、反面ゴミが溜まりやすく、パイプ詰まりの原因になりやすい。そのため清掃のために開けられる構造になっていることが、多い。 流し台、洗髪台、雨水配管など、個体分の多い場合、ガソリンスタンドなど危険物が流れ出す。恐れのある場合、土砂、生ゴミグリス、可燃性液体などを貯めるための素周期を持つものがある。このような外部への流出を防止するためのものを、特に、グリーンストラップなどと呼ぶ。日本では、建築物の排水管には、建築基準法施行令二十九条の二の五により、 設置が義務付けられている。排水トラップは、排水経路の途中を水で常に遮断しておく構造を、持つ、または、水風と呼ぶ。経路を水で塞ぐことによりそこから、先の空気や、硫化水素等のガスを遮断する。また、衛生外中等の排水管から屋内への侵入を、防止する。トラップの種類フィグ -1、ベルトラップファイ、5G-2、マイナス3。 S, S トラップ破風とは、トラップ内の水が減少し、トラップとしての機能を失う現象である。防止法としては、次のような配慮が必要である。二重トラップとは、1個の器具の配管に直列に2個以上のトラップを接続することである。トラップ管にある空気は、雪輪がなくなるので排水の流れを阻害する。これが抵抗となって、排水不良の原因となるため日本では禁止されている。 思考ミスで二重にしてしまうケースが多く、トラップ付きマスを設置しているにもかかわらず途中でトラップを付けてしまう等がある。その場合は途中のトラップを取り除き、パイプで繋げて改善する。ありがとうございます。